岸田総理の増税メガネが驚きの真実。その実力とは？こんにちは、皆さん。今回は話題の岸田文雄首相についてお伝えします。最近、SNS 上で彼のことを増税メガネと呼ぶ声が広がっていますが、果たして彼の増税政策にはどのような戦闘力が秘められているのでしょうか？まず、増税メガネと、は一体何なのか、ご存知でしょうか？実は、これは、彼のメガネ姿に由来しており、増税、政策を推進していることから、皆さんから、このあだ名が付けられたのです。しかし、これは、単なるあだ名に過ぎず、その実力には、驚くべきものがあります。岸田総理の増税政策は、国家財政の健全化を目指したものであり、社会保障制度の維持や将来への投資を支えるために必要なものです。しかし、その実力は一体どれほどなのでしょうか？実は、岸田総理の増税政策は、厳しい経済状況にある日本を救うための手段であり、その戦闘力は非常に高いと言えます。増税による財源確保は、国の借金の返済や将来への投資に役立ちます。また、社会保障制度の充実にもつながり、国民の生活の安定を図ることができます。さらに、岸田総理は、増税政策を推進するだけでなく、その実施方法にも工夫を凝らしています。彼は、増税による負担を軽減するために、所得の少ない人には減税措置を行うなど、社会的な公平性を重視しています。これにより、広い範囲の国民の支持を得ることができ、増税政策の成功につながっています。しかし、増税メガネと呼ばれることにより、岸田総理派や風当たりも受けています。一部の人々からは、増税政策の過酷さや負担の大きさに対する不満の声も上がっています。しかし、彼は、国家の未来を見据え、困難な道を選んでいるのです。今回の記事を通じて、岸田総理の増税メガネが持つ戦闘力についてご紹介しました。彼の増税政策は、国家の将来を守るために必要なものであり、その実力は非常に高いと、言えます。矢風当たりを受けながらも、彼は、国民のために尽力しているのです。増税メガネと呼ばれることによって、岸田総理の存在は、より注目を浴びることになり、ました。彼の増税政策の成果や国家の未来への期待について今後も注目していきたいと思います。それでは今回の記事が皆さんにとって興味深いものであったことを願ってこのあたりでお別れします。次回もお楽しみに。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたらグッドボタン、コメント、そしてチャンネル。登録もお願いします。